はい、では先生次なんですが、はい、防波堤でする場合と、はい、まあ、大きく分けて私がよく言われるのが磯場というのがあるんですけど、はい、防波堤と磯場の場合は釣り方は大きく変わってるんですか？そうですね、さっきちょっとね喋ったんですけど、うん、磯場はねどこにスリットが入ってるとか、はい、どこが水深があるっていうのが分からない限りは、はい、表層でいいと思います。あ、そうなんですね、はい、あ、分からない場合です。で、防波堤の場合は、はい、水深があるので、はい、レンジを考えなきゃいけない、はい、なので先ほど話したリトリーブの変化とか あとはどこを通すとか、はい、影の外にいるのか影の中にいるの か、はい、っていうのもまた変わってくるので、はい、ちょっとその辺はね、シャクメバルをメインで釣るのであればこういうゴロタなんですけど、うん、はい、まあ、そこはメバル釣りの面白さに通じると思うんですが、港周りの方が宝探しみたいな感じがありますね、はい、うん、そうですね、その時のパターン。あー、なるほどなるほど、はい、港周りの方が意外とそのやるパターンが多いんですね、その分。そうですそうですね、はい。磯場はじゃあ基本は表層を浅く広く下げてと探った方が、活性の高い型のいいのは拾いやすい。あ、なるほど。もちろんそういう釣りしていく中でメバルの付き場であるとか、はい、そういう地形の変化が分かったらそこは、うん、ピンポイントで下げてと。なるほど、分かりました、はい。次にデイメバルというやつですね、はい、メバルだこう暗い時を言うんですけど、はい、デイメバルの釣り方を教えてくれという声がありましたので、はい、まあでも基本的にはシャクメバルに関しては、はい、こういう穏やかな時は昼間はかなり厳しいです。はい、はい、ですけどちょっと波っ気があってさらしが出てるような時は、はい、シンキングペンシルとかミノーで昼間でも狙えます。はい、平鈴木のゲドウで伊豆半島かなりシャクメバル釣れてるんです。あら、そうなんですね。はい、まあ、みんな平鈴木タックルでやっちゃうんで、ドーンって合わせた瞬間なんか飛んできたって言ってで釣れたよって34センチでっけーみたいな飛んできますよね。なのでそういうガッチャンガッチャンのところ、こうライトなところではやれないんですが、こういうゴロタも含め、あとは港周りでもこう波がこう打ちつけて、はい、こう足元にこうちょっとこう薄いさらしみたいなのが広がってるようなところは、はいはいはい、昼間でも全然可能性あります。で、あとは昼間はねリアクションの釣りが成り立ちますね。ちっちゃい、ジグとか、はい、あとこうダート系のルアーとかで、こうちょん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 とこうメバルがいそうな暗がりとか、はい、障害物のところやってると、はい、パーンと出てくる時があります。いろんなとこ釣りさせてもらって、やっぱりこう昼間はねそのリアクションの釣りが成り立つんで、うん、こう見えてるメバルとかでもこうちょんちょんってやってると活性が高いやつがバーって言ってるんで、まあ、見える範囲だけじゃなくて、うん、沖とかでもリフト&フォールとしてあるとか、そういうような見せる、はい、昼間でも餌を食ってやろうと思ってる活性の高いやつを引き寄せるっていう面では、はい、リアクションの釣りが昼間は、なるほどね、ちょんちょんですね、ちょんちょんですね、はい。小さなマイクロジグで釣るのもありですか？あります。あ、やっぱりそうなんですね、はい、アジも大体同じようなことやりますよ ね、昼間はまあまあよく似た感覚でということで。そうです、目の大きい魚は、はい、特に、あ、なるほど、シーバスなんかも昼間やるときにはバイブレーションの早引きだったりとか、ね、ミノのトイッチなんか、はいはいはい、食ってくる、食いますね、はい、はい、あとでもシャクメバルが昼やろう思ったらできることもあるんですね。あります、さらしが入って。そうです、平をやってる友達なんかでも、うんうん、ライトなタックルを持ち込んでやったりして、あ、いいですね、楽しいですね、はい、昼間から尺見れたらすごいですね。今日もね、実はね、ここで収録させてもらう前に何か所かポイント回った時に、はい、一人若いアングラーの子がいて、はい、港の横にゴルタがあるようなポイントで、はい、一生懸命、はい、プラグ投げてたんで、ちょっと声かけたら、はい、この間ここで昼間でかい尺メバル出たんですよ。やっぱ出るんですね。なので昼間でも十分可能性あります。はい、はい、ありがとうございます。はい、ズバリですよ、今、はい、メバルを始めたい方、メバリングを始めたい方すごくたくさんいます。はい、大体初心者はどういったものを揃えるのが一番ベストなのかというのをちょっとお聞きしたいなと。はい、はい、先ほど言ったね、ロットのところで言ってあれば、はい、その76タイプ、はい、もう本当に7フィート台でちょっと先上司でソリッドが入った、うんうんうん、ロット、はい、それがまあ基本でいいと思います。はい、でリールも、コンパクトなもので P の 0.45 が 100m から 150m ぐらい入るものを用意していただいて、はい、
ルアーは、まあ、先ほど言ったようにプラグで釣りたいなっていうイメージがある方はプラグ中心に、はい、メバル専用っていうか、はい、ライトタックル の, あのプラグ出てますので、はい、今すごい豊富です。プラグどんなのがいいの？今ね、例えばこうリップがついた、まあ、クランクタイプのものと、はい、あとシンキングペンシル系があるんですが、はい、基本的にやっぱメバルっていうのはあんまり動かない方が食うので、まずシンキングペンシル、動きが抑えられたプラグをメインに使った方がいいと思います。クランクタイプの方はね、どうしてもリトリーブスピードをなるべくゆっくり巻いたりとか、はいはい、アピールさせたりとか早く巻いたりとか、はい、意外とね慣れてきた人向きなところがありますんで、はいはいはい、そういうような形でまずプラグは揃えていただいて、あとはもうジグヘッドの方は、まあ、使いやすいのは 1.5g から、3g がいいです、はい、でも港周りとか、はい、あと瀬戸内とかこう浮いてるこういうメバルなんかで狙う場合は、はいはい、実はねやっぱねジグヘッドね軽ければ軽いほど食うのがいいんですよ。ねえ、軽いと分かんないですもんね最初のうちは。そう、今ね、はい、言っていただいた通りで、はい、ルアーとの距離感、自分が何やってるかわからないっていうのが一番超過から離れちゃう原因なんです ね, ですね。なのでちょっとその辺を加味して最初からもうあまりにもライトすぎるようなものは使えない方がいいのかなっていうのは、はいはい、ちゃんとついてるものがわかるぐらいのね、の重さですね。わ、はいはい、かりました。じゃあ竿は7フィート半ぐらい、6インチ前後ですね。そうですね、はい、それぐらいの差を用意して、リードはだいたい2500-3000ぐらいでいいんですかね。そうですね、コンパクト、小さいものがいいですね。はい、C のつくやつですね。そうです、そうです、はい、はい、リーダーですけど、はい、フロロカーボン。フロロカーボンがいいと思います。うん、はい、はい。の何ポンドぐらいを用意しましょう。そうですね、尺メバル狙いで僕が使ってるのは、ジグヘッドメインだと、はい、まあ、5ポンド、6ポンド、はい。で、さっき言ったように、プラグであれば、8ポンドから12ポンド、はい、っていうのを用意していただければと思いますが。はい、逆にそれを一般の尺メバルじゃなく一般の防波堤でやるときも同じぐらいでも大丈夫ですか？そうですね、大型とかちょっと、うん、障害物がちょっと多いななんていうようなところであれば太め使ってもらえればいいですが、はいはいはい、そうですね、まあ、一般的には多分ね4ポンドから6ポンドぐらい使われてる方が多いんじゃないかな。ショックリーダーですね、はい、はい、思います。まあ、ちょっと太いのを使うとこだと鈴木が来ましてもね。そうです、そうです、安心ですもんね。わ、はい、かりました、はい、で最後にね、これ私からなんですが、はい、先生、尺メバルたくさん釣りますでしょ、はい、ひょっとしたら尺メバルの電話番号知ってるとかそんなんないですかね前もっと今日はどこにいるんだとかこう、はい、聞いとくようなホットラインを知ってるということはないですか、はい、ホットラインは月ですかね。あ、月に聞くんですね。もうお月様に聞きます。もう月はね、なるほど、本当に僕らが生まれる太古の昔からあって、はいはいはい、そうですね、月のリズムで魚進化しちゃってるんで、もうホットラインは月です。わかりました。もう尺メバルは月に聞けということで、はい、では先生、すべての、質問が終わりました、はい、ありがとうございました。あっという間だあっという間でしたね、はい、ここなんですけどね、はい、ギョイちゃんは次のゲストの方をご紹介いただくことになっております。わかりました。もうね、本当にありがたいことにいろいろな方が浮かんだんですが、はい、ここでちょっと、綺麗どころ。あ、なるほど。はい。なおちんこと、井上直美さん。釣りガールの方ですね。はい。はい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 。もうね、何がすごいかっていうと、はい、一番大事なことが、すごいんです、はい。ほう。釣りが好き。あ、もう最高ですね。好きこそものの、なんて、はい、ほんとそうです。もうね。はい、僕でも感心するぐらい。ああ。それだけ釣りが好き。あ、そうですか。はい、テールウォークの方ですね。そうです。ね、はい。テールウォークの、はい、テスター。あ、なるほど。うん、やってくれてます。わかりました。はい、じゃあ先生、ちょっとこの場で電話してもらいたいんです。はい。スピーカーモードでかけてもらっていいですか。お、鳴りました。来た。もしもし。はい。なおちん。はい。お疲れ様です。進歩ですけども。はい。今ね、YouTube の、撮影をしてて、次のね、ゲストを紹介してくれってことで電話しました。あ、ゲストでありがとうございます。はい。出てくれますか？ギョイ。おー、ギョイいただきました。かわいいギョイで。本当ですね。またよろしくお願いします。はい、じゃあ次ゲストでよろしくお願いします。はい、ありがとう。はい、どうもでーす。はい、すいまーす。
ああ、いい魚をいただきました、ね。素晴らしい。ああ、ありがとうございます。声優さんなんかもやってるので。あ、ものすごい可愛い声ですよね。はい。楽しみにしておりますので。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。先生、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。喋りたいことがいっぱいあって、いろいろ飛んじゃってな。うん